サムの短編小説。三浦健二君は、今年の12月、大学を卒業と同時に、故郷の甲府市へ帰り、徴兵検査を受けたが、極度の禁止眼のため兵種であった。私の家に遊びに来た三浦君は、そのことを、恥ずかしい気がするという。また、結婚をするかもしれないということを、私に報告するが、その候補である姉妹は、一長一短で、 どちらにしたらいいか迷っているのだという。三浦君が私に語った事情は以下の通りである。問題の姉妹は三浦君の登園にあたる下も吉田町の旅館の娘で、姉は律子、妹は貞子。二人は甲府の女学校に進んだが、この時寄宿したのが三浦君の成果の酒造店であった。姉妹は三浦君の妹とも三人姉妹のように親しく、三浦君を 兄ちゃんと呼ぶ間柄であった。平手合格で気が腐っていた三浦君のもとに、貞子から慰めの手紙が届く。三浦君は手紙のセンチメンタルさに少し並行するものの、姉妹を懐かしく思い出し、気晴らしに、下吉田の旅館に遊びに行こうと思い立つ。下吉田に赴いた三浦君は、街中でたまたま姉妹と出会った。妹はニコニコしながら、 三浦くんに止めどなく話しかけるが、しっかり者の姉は、旅館で必要な買い物をするために豆腐屋に立ち寄るから二人で、先に行きなさいと言い、妹は、いいじゃないか。一緒に帰ろうよと不満を言う。その日は旅館に一泊したが、妹は三浦くんのそばで話を続け、やはり、どうにも、うるさい。一方で、姉は台所で、女中たちと忙しく働いて、 三浦くんのところに来ず、三浦くんは少し物足りなく思った。翌日姉妹はバス停まで見送りに来るが、妹はこのまま一緒に甲府行きのバスに乗って途中の船津まで送るのだと主張し、姉は旅館の仕事や土地の人のつまらぬ誤解を気にかける。結局、用心深い姉の提案で姉妹は三浦くんとは他人を装い船津までバスに乗ることとした。 姉は他の乗客の前で済まして、嘘をついて、模範的なお嬢さんを貫き、バスを降りた時も、三浦君に一別もしなかった。一方で、妹は、三浦君を乗せたバスが走り出すと泣くように追いかけ、兄ちゃん、と高く叫んだ。この二人のどちらにしたらいいか、三浦君から意見を求められた。私は、私ならば、一瞬も迷わぬ。確定的だと考える。 しかし、他人の幸福行に関わる事柄を具体的に指図、するのもはばかられ、ルカデン福音書、第10章38節から42節までを、三浦君に読ませる。三浦君は首をかしげて考え、寂しそうに笑って、ありがとうという。10日ほど経って、三浦君から届いた手紙には、姉の律子と結婚すると記されていた。私は、実に案外な手紙に、 三浦くんは結婚の問題においてもやっぱり極度の禁止眼なのではあるまいかと疑憤に似たものを感じる。作品は読者はいかがに思うやと締めくくられる。ありがとうございます。